三人来てない来てない。なぜ行ったかね。まあいいや。皆さんだけ1分早く考えるから。はい。まあ、ああいう形から始めたんですけど、今日はですね、外に
めると、まあ、あの意外に分かりきったことのようでこんな発見があるみたいなことをやるんですけど、その前にですね、その前にでこれあのね、最初にちょっと考えてねって言ってましたけど、ちょっと全員じゃあ、ちょっとね、全員じゃあちょっと立ってみましょうか。はい、じゃあ早いもん勝ちにします。早いもん勝ちにします。あの自分がどう思ったかを言ってくださいね。どうしたいかを、どうなるかは別です。現実がどうなるかは自分が理想としてこうなったねっていうのを言ってください。何でもいいです。世界一どんな、まあ、この後3時間くらいありますけど、世界一どんな時間だったら、まあ、自分にとっては理想だっていうのを、はい、言ってください。言ったら座ってください。何でもいいですよ。一番最初に言う人が楽に、まあ、ハードル低いです。一番最後になっていく人ほどハードル上がってきますからね。早めに言った方がいいですよ。何でもいいですか。はいはいはい、どうぞ。当たる、当たりたいですね。当てるのはここなんですね。はい、いいですね。ありがとうございます。はい、どうぞ。簡単。簡単な。簡単だといいですよね。はい。ややこしいな。ね。はい、嫌ですね。時間の無駄ですね。はい。楽しいならですね。はい。はい。愉快なのがいいですか。そう、どうぞなのね。はい。元気なの。元気なくなってるからそういうの欲しいですね。はい。わかりやすいのがいいですか。難しいよりは分かりやすい方がいいですね。はい。丁寧。丁寧なの。今節丁寧なの。はい。聞きましょう。はい。楽しい方がいいですね。つまんないより。はい。はい。びっくりした。びっくりしました。これがびっくりしたいです。はい。はい。はい。どうぞ。奇抜な。奇抜なやつが好きなんですよ。ビビッとやはい、ありがとうございます。はい、活発なシーンとしてるのがちょっともう眠くなるしね、耐えられませんね。はい、えなんだのんきなの。大きな声で言いましょうか。のんきでもいいですよ。はい、はい、はい、気楽なのがいいですね。はい、素敵なのに知りません。ゆるいゆるい方がゆるキャラが早く、はい、はい、記憶に残らなかったらやる意味ないですよ。何のためにこれやるんだって話ですよね。はい、はい、ためにならなかったら何の意味もないですよね。はい、ためになるものを知ってみましょう。はい、実用的なね、明日から使えるようなやつ、まあ、今日から使えるのがいいですね。はい、はい、使いましょう。はい、意外な意外なのを求めてですね。はい、はい、面白い、つまんないよりかね、面白いかね。はい、はい、楽しい、どういうのが楽しい。楽しいと思うのは、それに違うじゃないですか。楽しい、口を考えてください。はい、ほら、だって、あ、自分にとって得なそうだよね。結局、他人が得してもしょうがない。自分が学んでるんだよ。はい、早く、なるほど。どうしたら早く済むか考えましょうか。ね、どうするんだったら早く済むの。めんどくさい。はい、はい。楽団。楽団。いいね。楽団なお天気プログラム。楽団どう？ああ、そんな意味なんですか。楽団で。学芸大のことばっすか。はい、楽団でいきましょう。100点だって言ってんだ。楽団じゃないですか。はい、はい、地域密着ですか。東京の地域、東京の地域、
はい、行きましょう。はい、短時間。短時間、なるほど、自分次第ですね。はい、世界一短時間だね。お天気プログラムだったらいいかもしれないよね。はい、ね、まあそれぞれね、まあ、こんだけ30人いると望むものは違うわけですね。自分の欲しいものはね、他の人と一緒とは限らないじゃないですか。そうですよ。じゃあね、まあ僕が一つの答えを出してみんなで覚えてねっていう話にしても、それが受ける人も中にはいるかもしれないけど、受けない人の方が多いわけ、普通は。そうすると、どうするかっていうと、ですよ、自分でこういうものが欲しいと決めて、それをそうするために自分が過ごすじゃないんですね。違います。と思ってですね、まあこれ何でもいいんですよ。何が入ってもいいんです。基本的に僕の、まあ、今回から参加やりますけど、答えは問わないんです。合ってるか間違えてるとか、そういうこと一切問わないんです。レポート出すのが100点です。何なんだって思ったでしょ。でもまあ、ある意味落胆ですよね。がっかりじゃなくてね。単位は楽ですよ。はっきり言うて。でも単位取られると分かってて、わざわざじゃあ3時間ここにいる意味って何なんだって話ですよ。いなくてもいいじゃないですか。帰ったっていいんですよ。まあ、まあ、この白いまんまのレポートですね。写メで撮って、Facebook にアップして、はい、私は地学実験を受けましたと言って、僕にいいねされたら、それで100点です。まあ、そういうシステムになってる。だから、まあ、今日ここにね、何書くか知りませんけど、まあ、これから測る気温だとか、風だとか、まあ、その程度も大したことか知りません。けど、まあ、だからそれをここに書いて、写真撮って、ベルコクにアップして、俺にいいねされたら、それで100点です。落胆ですよね。落胆ですね。そう、じゃあ何を求めるかって話ですね。それで、昨日ね、選挙とかありましたよね。まあ、結構これからですね、先生になる人、ならない人、まあいろいろだと思いますけど、めちゃめちゃこう、世の中、いろいろ決まり変わっていくときなんですね。で、なんかその、今皆さん投票権がない人が多いかもしれないですけど、18歳になるかもしれませんよ。だから何だったらもう、ちょっとしたら、タイミング間違ったら、自分が投票してなきゃいけない立場だかもしれないんですけど、そういうふうにルールがどんどん変わっていくかもしれない。で、先生はじゃあ何を求められるか、先生になりたいか。先生になる、教員養成課程になって単位さえ揃えば先生になれるっていうのがまあ今ですけど、そのルールもどんどん変わっていく。はい。で、ね、じゃあ、なんかどういうルールになっていくかって言ったら、単位取っても意味ねえよ話になっていく。で、何が欲しいんですか。で、まあ、僕メールの中でね、ちょっとビデオとか送ったんですけど、3つ、絶対にどの職に就こうとも必ず求められるものがありますよって言ったんですよ。それは何かというと、表現する力、1つ目。これ絶対言いますね。まあ、例えば、表現する力のない人が演説とかしても絶対票入らないんですよ。だから別に政治家に限った話じゃなくて、先生やるとしてもですよ、表現する力のない人が一生懸命何か教えようとしても、正しいことを言ってたとしても、小学校1年生がワキャやってる中で表現する力のない人の話聞くかですよ。聞かないわけですよ。絶対聞かないです。僕も小学校1年生教えたことありますけど、まあどうしようもないです。だから皆さんはね、良心のある大学生だからまだ座って聞いてるんですけど、まあ、そういう状態です。そうすると、どう表現したら奴らこう耳傾けてくれるかなみたいなことをものすごい訓練しないと、まあ、まず無理なんです。で、それは先生に限らない、政治家にも限らない、どの職種に就こうと絶対表現するしかない人は選ばれないんだと思います。で、これ一つ目。で、二つ目はですね、
2つ目は、じゃあ表現するためにはですよ、どの表現がこの人には効くかな、効くか効かないか分かりませんよ、答えがないですよね。推論するしかないわ。推論する力のない人は決まりきった表現を覚えて喋っても、まあ、響きませんよね。その力を鍛えられるかどうかしかないです。そのために、例えばレポートはトレーニングとしてやってるわけです。別に気象学の知識を覚えてたと覚えてなくてどうだっていいんですけど、例えば一回レポートを書こうとしてみると表現する力、推論する力絶対鍛えられますよ。っていうのが、まあ、やる、まあ、最低限でいいんですね。で、まあ、世界一どんなプログラムにしてもいいんですけど、楽にやったっていいです。素早くやったって終わらせてもいいんですけど、その力がつかなかったらあんまり意味ないわけです、自分にとって。で、最後3つ目なんですけど、そんなものを身につけて何なのって言ったら、表現して推論する力がつく人は、まあ、人と関わる力がつくわけです。あの、嫌われるかもしれないじゃんっていう人と関わらなきゃいけないシチュエーション来るわけですよ、必ず。例えば先生になったら、あの、教えてる子供に関わらないと、ね、聞いてもらえないわけですよ。で、あの、最初はダメだったけど、だんだん聞いてもらえるようになるまで関わり続けるしかない。答えないわけですね。で、それ、じゃあ関わり続けるにはどういう往復を重ねていくかっていうですね。で、それは結局関わる力っていうのは答えないんですけど、まあ答えないけど、自分はこういう風なのがいいなって言ってその、まあ、その方法を決めてトレーニングするしかないんですね。だからまあ例えばですよ、僕はあのフェイスブックは別にあってもなくてもいいと思ってますけど、例えば俺に関わったわけですよ、皆さんね、コメントつけて。これ何なんですか、これに興味があります。で、問いかけたらこんな返答が返ってきたと。で、友達をこういうふうに見てるとか、こういうことに関心があるとか、それ関わりです。で、今日もレポートに例えば自分がこういう表現でこういうふうに推論しましたと書きます。で、アップしてみたらそれを見た、まあ、皆さんの友達がどう見るか知りませんけど、意外な反応が来ると思いますよ。これ今まで何回かやってるんですけど、こんな字だけのつまんない写真を、ね、アップしてものすごいコメントついてるんですよ、意外なことに。そうすると意外な関わりが生まれるんですよ。まあだから最初の関わりは僕にいいねされるってそれだけなんですよ。で、100点もらいました、それだけなんですけど、そこから思っても見えない関わりが出てくるので、そこ思っても見えないことが起きた時にどうするかっていうのが関わりなんですよ、関わる力なんですよ。で、オロオロしない人がやっぱり求められますよね、どう考えても、どの仕事であってもですね。だから表現できて推論する力があって、関わる力がつけば多少です、多少だから、たった3回お天気のことを考えるだけですから、どれほどのものかは知りませんけど、でもそれちょっとでもついたら誰と関わってたら私得ですよね。あの、気象のことを学んで得しないと思ってるかもしれないけど、その力ついたらいいと思うんですよ。ちょっとはね、ついたらいいなと。で、まあ、ちょっとね、まあ、ある意味ですよ、この天気って何なのかっていうのをね、この間小学5年生ですね、地域の知り合いの先生が頼まれて授業しに行ったんですよ。で、小学校年生に、まあ、今みんなにこう話すようなことを言っても、まあ、同じことで言ってもしょうがないですね。なかなか受けないなと思ったんで、電気って何なんですかみたいな話から始まるんですよ。電気って何ですか、皆さんがもし先生になって、ここの前に立って、ここに5年生が30人いるとしましょう。まあ、教員免許取った暁にですね、先生になりますよ。教壇になって、自分は得意か得意じゃないかにかかわらず、みんなに教えなきゃいけないという状況をちょっと想定してくださいね。
みたいなね、とこからスタートするんですよ。で、まあ、別に事情的にね、あの空の状態みたいなのことを指すんですよ。一般的なことを言うんですよみたいなことを言ってもいいんですけど、俺ね、この間言ったのはね、これ天の、はい、これですね、天の神様の気持ちだと言ったんですよ。だから、あの今、お天道様が何を考えてるのか、それによって僕らは左右されるわけです。どうしようもないんです、基本的には、ね、変えられるもんじゃないわけです。しょ、あの、まあ、多少変えられるって話もあるかもしれないですけど、基本的にはこれに僕らは振り回されていきてるわけですね。彼の気分、まあ、彼の気分、男か女か分かる、まあ、お天道様は女か、お天道様は女の人ですね。はい、あの、まあ、この人も、この方のご気分にですね、僕ら左右されてる、振り回されてるんですけど、振り回されてると思うのは、次どうするか、その先が読めないから、あの友達の中でこいつ次何するか分かんねえみたいなやつには振り回されるわけです。でもこの人と一緒にいて、大体次の展開はこの人こういう好みだからこうするだろうなって分かってる人とは落ち着いて過ごせるわけです。分かります？でもわけが分かん、この気持ちがわけが分かんないと思ってる人は振り回されるんですね。でこれは次こうだろうなって自分で予測できるようになったら振り回されないんです。それが気象学っていう学問をやってることなんですね。この気持ちは大体こうなりますよ。この展開できたら次こうです。鉄板を押さえておけばそんな振り回されませんから。ということを言ってるのが天気を、例えば天気予報って言いますよね。天気予報は次回あのお天道様はこういうご気分で行動なされます。行動のご予定です。そしてば、じゃあ自分教えましょうかねっていう、振り回されないです、今。っていうことですね、あの、いろんな、まあ、パターンがあるんですけど、いろんなパターンをパターン別に見ておけば、あの、基本的には振り回されないで生きていけるじゃないのっていうのが、この、まあ、いわゆる気象学ってやつなんです。ほんで、まあ、これね、あの、いろいろテキストに、書きましたけど、あれも正直言ってね、もう小学5年生で最近やる話なんです。小学5年生であの内容はもうみんなやってるんですよ、今の小学生って。で、中学生でもやるらしいです。で、なんだ、高校でもやる人はやるかもしれないですけど、じゃあなんでわざわざ大学でやるのかって話です。で、あの、今日はですね、わざわざもう一度やるとどんな驚きがあるかっていう話ですね。実際やってみると、実際体験すると知識は意味が変わるっていう話ですね。あの、やりながら考えてほしい。で、それは自分の性格にもよるし、あの、今度とかねさっさと終わらせたいという人はどういう工夫をするかとか、でそれはさっさと終わらせたい人って賢い人だと思うんですよ。さっさと終わらせるための効率を考えるんです。そのためには頭使わないとさっさと終わらないんですよ。で、そういう人は、あの、そういう人が感じるのもあるし、楽しみたいと思ってる人はそういう頭の使い方をするんですよ。で、それをね、あの、これからまあ実際に温度、まあ今日とにかく寒いということは分かりますけど、実際の温度はこうなんだいうのと、風がどうか分かりませんけど、あと気圧ですか。気圧なんて、まあ、普段意識しないと思いますけど、測るとどうなんだ、測ったから何なんだ、一体そんなものを測るところでというのを、まあ、レポートが書きながら、でそこに表現しながら、あの、まあ、ちょっと考えてほしいな。
ということでですね、今からですね、芸術館の前のところと、この屋上の2か所で、測りに行きたいの。実際に測りに行くんですけど、まずね、ちょっとね、これ、測る器具に限りがあるので、一気に行けないんですよ。なので、ちょっと半分気をしたいなと思うんですけど、半分気をしたいなと思うんですけど、ここ A 班。B 班。はい。B だと思うじゃん。B じゃないの。B 班ね。はい。B 班。ね、C 班。B じゃない。はい。はい。C 班です。はい。で、B 班ですね。はい。それで、ここでちょっと運命の分かれ道がありまして。大体分かってる。分かってたね。分かってたけど、後ろに座ってしまったの。振り回されたね、俺の気持ちに。俺の気分に振り回されるな。読めてれば、自分が楽な方に行けたかもしれないですね。楽な方がいいと言った人もいましたけど。はい。こっち側 A 班と B 班は、まずこれから前半隊として、先にですね、かかっていただきます。30分ぐらいで終わります。で、 C 班 D 班はですね、後半です。後半、前半がやってる間フリーなんですけど、だからここで手持ち無沙汰の状態になると。で、まあ一応自由ですけど、おすすめはですねそれぞれ何を記録して、芸術館前って何を記録して、まあ、どんな値になるか分かりませんけど、どんな値になったとしたら、その計算をこうやってでテキストに書いてあります。分かります？まあ簡単ですよ。計算機使っていいって書いてあるんですよ。ですけど、先を読んでおく人は早いんです。効率がいいんですよ。でも別に何もしてなくてもいいんですよ。はい。で、大体2時前には戻りたいなと思ってますけど、それまでフリーでございます。はい。じゃあですね、A 班と B 班はちょっと前で行きますか。B 班も印刷してるから。
であのテキストはあの読めるように。これで、一番最初に名前と、まあ、名前書いて、関係とメンバーの名前が、自分の予想で受けてます。気温、湿度。マジで、あのこれ違うかな。これを見てみよう。ダメ。じゃあ、